どうもこんにちは、ほうです。今回は白バイ隊員としてやっていきたいなと思います。前回のような反乱分子たちもしっかりと取り締まってやっていきたいなと思います。今回は白バイということでこんな感じですね。前にスピードメーターというか何でしょうかね、スピードレーダーですね。スピードレーダーでしっかりと速度違反者も取り締まっていきたいなと思います。で、左上に出てるのがスピードレーダーの表示ですね。さて、ちょっとやっていきましょうか。こんな感じですね。なかなかイケメンでしょ、これ。乗ってる人も。ブーツも超かっこいいしね。めっちゃかっこいいよね。なんか親衛隊みたいで。すげえかっこいいんですけどね。で、サイレンはこんな感じですね。まあ、サイレンがちょっと残念な感じなんですけどね。確かこれはデフォルトのサイレンだったと思います。ああ、麻薬の輸送してますね。ちょっと行きましょう。白バイで取り締まるの初めて。急ぎましょう。これですね、赤い車ですね。ああ、これあれだね。あー、ちょっとフレームレートが今回もね落ちてしまうのですが、そこら辺はちょっとご了承ください。ちょっと待って、これはちょっと異常に落ちてるね。フレームレート10みたい。紙芝居かよみたいな。あのスペック的にはね全然問題ないんですよ。全然問題ないんですけど、あのアップデートした後からね常にこういう感じが続いてるんですね。まあ、フレームレートがねかなり落ちてるんですが、申し訳ないです。非常にやばいですね。ちょっと一旦待ちましょうか。フレームレートが回復するまで待ちたいですね。おかしいよなこれ。いやー、これ10しかないな。フレームレート10ですねこれ。おかしいおかしい。明らかおかしいわ。ちゃんとゲームを SSD に書き込んでますからね。おかしいよな。重たいよな。重たすぎる。これはやばい。一旦ちょっと録画停止してやり直したいと思います。申し訳ないですね。どうもこんにちは。申し訳ございませんでした。ゲームを再起動したら、まあこんな感じでフレームレートが直りましたね。いやー、これはちょっと、まあ、レイジプラグインフック頑張ってアップデートしてほしいですね、ここら辺は。さて、ということで早速パトロール再開していきたいなと思います。今回どこ行きましょうかね。あ、そうだ、忘れてましたね。これ出しておかないとダメですね。これはちょっとダサいので下の方に入れときます。なんか出たぞ。ちょっと待ってね。あ、この車免許停止になってますね。これですよね、この前の車だよね。 OK。 そうかな、違いますね、これじゃない。さらに前ですね。ちょっとわからないわこれ。やっぱり出しときましょうか。一旦少し出しておいた方がいいですね。あ、前の車で合ってますね。さて、ということで、これか、あ、どっちもですね。この車は免許切れで、こっちは免許停止になってますね。こっちの方が悪質なんで止めておきましょう。2つもあるからさ、どうするのこれみたいな感じなんですけどね。さあ、ということで向こう側に行って止めさせましょう。もうちょっと前に進んでほしいので誘導したいと思います。あー、もうちょっと行ってくれないかな、こっち側に。 OKOKOK。 あぶね。さあ、ということで行きましょう。あー、すごいな、ヘルメット脱ぎな。ヘルメット脱ぎすごいな。はい、こんにちは。
免許証切れてるけどね、一応確かめときましょうかね。このスピードレーダーってかなり優秀でしょ自動でなんか免許切れてるかとか調べてくれるんで、かなり優秀ですね。はい、切れてますね。あ、切れてるというか停止になってますね。免許停止になってるので、さあどうしましょうかね。車から降りるようにしましょうか。そしてちょっと逮捕したいと思います。あれ、できるか。お、どうした、ちょっとバグってますねちょっとバグってる。ん、どうした。瞬間移動ばっかりしてさあということで、なんとかできたね。残念ながら今回も車両の中調べるモッドは入れてませんので、そこら辺はちょっとご了承ください。ちょっとドラッグの検査だけしとこう。簡単にできるんでね今ドラッグの検査してます。あ、どちらもネガティブですね。めっちゃ怪しそうな人なんでね、一応行きましょうか。さてということで、ヘルメットかぶってくれるかな。 OK。 さあこれで安心していけますね。さあもう一回出しときましょうかなんかあれ、ぶつかってる誰か。めっちゃなんか警報器が作動してるんですけどね。この車かねわからないですけどね、なんかすげえ警報器が作動してましたね。てかもうめっちゃすごいとこに置いてんな。こんなんおかしいでしょうねなんでこんな中途半端のとこに置くかな。ちょっと置いときます。これはちょっと駐禁用切っときましょうWe have an illegally parked vehicle in Mission Row. Target vehicle license plate 20 Charles King Boy 582。こんな感じでアップデートで滑らかになってますね。非常に滑らかになってますね。無線の伝達がどうした？なんかめっちゃ止まってるんですけどね。なんかあったん？なんでしょうかねこれは。謎なんですけどね。なんかのイベントが発生してたみたいなんですけど、ちょっと分かりませんでした。どうしましょうかね。まっすぐ行きましょうか。さあということで、あー、ちょっとヘルメットかぶるの忘れてたこれまずいよね。確か日本でもヘルメットつけずに数十メーター移動したっていうことで、大阪府警の人かななんかありましたよね最近。ここは大丈夫だね。っていうかこのスピードレーダーもかなり万能ですからねなかなか素晴らしいです。じゃあ行きましょうか。今回どうしようかな。こっち側に行きましょうか。あ、指名手配されてますね前の人止めますかね。ビビってるだろうなもうちょっとビビらしましょうか後ろから警察来てるっていうね。止めましょう。まあ指名手配犯なんでね、逃げるんでしょうけどね多分。そんな感じがするんですが、どうしましょうかね。どっちかに誘導させた方がいいかな。お、これで大丈夫かな。すごい格好になってるけどね。これついてきてくれますね。ついてくるかな。あ、ついてきてますね。誘導させましょう。
やバイクっていいですよね。めっちゃ小回りが効くからさ、めんどくさくないな。さあということで、もうちょっと前に来てくれないかな。さあこっち側に移動しときます。まあ一人なんですかね、一人だったらもうピストル出しましょう。さあということで、すごい人ですけどね、めっちゃでかい人ですけど、あっさり終わりましたね。いやースピードレーダー万能すぎる。ちょっとドラッグの検査しときましょう。さてあとは牽引車呼んどきましょうかね。ああコカイン使ってますね。コカインの陽性反応が出ました。麻薬マリファナかな、麻薬は出てませんね。さあということで、ちょっとヘルメットつけるまで待ちましょうか。こんな感じで無限でヘルメットが出るっていうね、すごいんですけど、毎回新品のヘルメットが使えるんですね。なかなかいいでしょ。あ、スピードレーダー、ちょっと待って、スピード違反ですね、前の車。さあということで、しかもこれあれだな、免許切れてるな。免許切れてるし、スピード違反だし、これちょっと逮捕しましょうかね。車内検査とかできたらいいんですけどね、さっきも言いましたように、そのモッドは今回入ってませんのでね。よし、OK、行きましょう。ん、ついてくるかな。高級な車だな、これ。ちょっと待って、ここら辺に寄せておきましょうか。めっちゃ早いな。OK、OK、もういいよ。さあこんな中途半端な止め方しますけど、行きましょう。よいしょ。あとはこの人ってあれじゃない。ストリップクラブで働いてるさ、バーテンダーみたいな人ですよね。ちょっと待って、一旦止めます。ミスりました、操作。操作ミスった。さあということで、近づいていきましょうかね。この人免許切れてますからね、まあ、一応調べておきましょうか。まあ、これいちいち調べた方がいいんかな、わからないんですが、めんどくさいですけど調べておきます。あれ。どういうことこれ。ライセンス切れてませんよこれ。免許は切れてないですね。でもスピード違反してたので、なんかちょっとさっきとお話が違うんですが。まあいっか。あれ、話せなくなってる。ちょっとまたバグってますね。どうした、大丈夫。あ、 OK、 大丈夫ですね。ん、おかしいな、ちょっとバグってますね。あ、うわ逃げた。マジか。ちょっと応援呼んどきましょうか。ヘルメットつけてない。まあ仕方ないか。ヘルメットつけます。よいしょ。さあ市民から通報あったら困りますからね、ヘルメットつけずに運転してるって。もう一台呼んどきましょう。白バイですけどね、あんまりこれね、追尾能力良くないですよ、デフォルトの白バイは。あの、あんまりね、速くないですね。さあこれいけそうだね。さあ大丈夫かな。なかなかいいファッションセンス。
さあということで逮捕しときます。テーザー銃でいじみたくなるけどねちょっと護送車呼んどきましょうか。うわすげえぶつかっていったな。さあということで来てくれましたね。お来た来た来た、オッケーオッケー、はいあ麻薬の輸送ありますね。また行きましょうか。もう最近麻薬ばっかりですからね、それがめっちゃ多いんですけどやっていきましょうか。おおあれですね、あの変な運転の仕方やってるやつですね。数台呼んどきましょう。まあこれは絶対、ああ2人もいるんか。警察官来てくれたね、よかった。ショットガン出しとこう。おおちょっと待って待って、おおテーザー銃で撃たれたマジか。さあ追いかけましょう。おおぶつかってるな、ぶつかっ、ちょっと待って待って、落ち着いて落ち着いて。あとはヘリコプター呼んでおきますか。あそこですね。さああんまり近づきすぎないようにしてやっていきましょうかね。おーしおしおしあやっぱりバイク小さいからね、いいですね。味方とあんまりぶつかったりしない。あーぶつかったやってくれたな、またほんと痛いよこれ、危ね、もう大怪我ですわさてということで味方に殺される方が多いんじゃないかな、この仕事。ちょっとまずいなこれ、すごいな。ちょっともうちょっと味方呼んできますか。さあこのバイクの機動性を生かしたいですね。いやちっちゃいからいいなやっぱり味方と一緒に動けるっていうのがいいですね。あ無理か、いけるか。さあということで、あれ一人しかいなく、あ撃ってる撃ってる、ちょっと待って、大丈夫大丈夫、撃たなくても大丈夫すごいな、ヘリコプターの数がすごい、2台いますね今。あそことこっちですからね、すごいな。いやー証拠品とか全然わからなかったぞ。もう一人乗ってたような気がするんですけど、気のせいかな。さあということで、お、あここに来たかびっくりした。 OK 報酬しときましょう。さてということで、どうした、なんか拳銃向けてますけどね。あー痛い痛い痛い、もうちょっと運転うまくなろうさああとは証拠品探しに行きましょうかね。証拠品あるかな。まあ白バイだからね、楽ですね探しに行くのもここら辺通ったっけちょっと思い出せないんですけど、さあということで、これは見つけるの大変そうだな。あちょっとあった、1個あった、諦めなくてよかった。あったあったあった、よし OK、 1個は見つけた。また新品のヘルメットをかぶるとどうしたこれ、なんでここで止まってんの。んーないかな、反対車線にあるかないか確かめときましょう。んこれは違うよね、ああれじゃない、あれそうだよね、あったあったこれだね。オッケーオッケー今回順調だね。2個あるってことはあと2つぐらいありそうだね。
あと2つぐらい証拠品ありそうな感じがするな、今回。赤信号ですね。あれ、ここら辺通ったっけ？それがちょっとね、もう忘れちゃったんですが。いや、アップデートで証拠品がめっちゃちっちゃくなってるからね。探すのが一苦労ですね。わからん。わからんな、これ。確かここら辺ですよね、来た場所は。ここら辺で展開したはずなんで、あるとしたらここら辺ですよね。あ、あった、ここだ。よかった、取れたね、証拠品。 OKOKOK。 じゃああと1個ぐらいありそうだな、これ。こんだけあるってことはもう1個ぐらいありそう。ちょっと諦めずに探しましょうか、今回は。ヘリコプター2台分のお金回収しないといけないからね。燃料代の方が高くついてしまったらいけない。ちょっとね、あるかな。もう1個ぐらいあったらいいんですけどね。他の署員もね、探してくれたら嬉しいんですけどね。この証拠品集めはいつも僕なんですよね。しかも一人でやれと。僕一人でやらなくちゃいけないんですね。麻薬の証拠品集め。いつも一人でやらされるからさ、めっちゃ難しいんですけどね。ああ、もうなさそうだね。ここまで来てないからね。今回3つしか見つからなかったんですが、一回裁判所の方に行きたいと思います。まあまあ普通の売人だったみたいですね。ああ、17年ですね、懲役。あんまり長くないですね。ああ、もう一人の方はやっぱり一点逃げたみたいですね。そして、一個だけ証拠品を逃してました。どっかに落ちてたみたいですね。やっぱり二人いたんだ。間違いじゃなかったんだね。で、一人はどっかで逃げたみたいですね。さあ、ということで、行きましょうかね。あ、後ろであるの。また麻薬なの？また麻薬？そう、まあ一回行きましょうか、近いから。麻薬の輸送多すぎでしょう。まあいいか、行きましょうかね、近いですからね。真後ろで起こってるからね。さあ、ということで、またフレームレートが遅くなってますけどね。そこら辺はちょっとご了承ください。この裁判所に行ったら多分フレームレートが落ちるんでしょうね。さあ、来てくれたね。2人いるな、また。あ、またテーザー銃で撃たれるっていうね。マジか。あ、でも止まってるな、今のうちにやろう。さあ、降りてこい。降りないとショットガンで撃つぞ。ショットガンで身体がバラバラになるぞ。バラバラになりたくなければ出てこい。抵抗せずに。さあ、ということで、やっぱりショットガンの威力はいいですね。一撃で死ぬからね、撃たれたら。さあ、ということで、2人とも呼んどきましょうか。LSPG、違う人止めちゃったな。違う違う違う、君は関係ない。え、どうした？大丈夫？なんかすげえ激しい言動を聞いたんですけど。あ、証拠品が出てきた。そんなことで証拠隠滅しようとしても無駄だぞ、こんなでっかいのに。これはいただく、私がいただく。
OK。 さあということで牽引も呼んどきました。おおすごいな、危ねえ危ねえ。さああとはちょっと証拠品まだ落ちてないか。ああもう一人いたんか、こっちの分もいたんですね。仕方ない、呼んどきましょう。さあということで別々の車に乗せて、あこれ LSPD じゃないんですけどね保安官の方が来てくれましたね。えなんでさあというか行きましょうか。うん、あとは証拠品落ちてないかな、探しましょう。あーなさそうですね、もうこんだけ確かね。あまたヘルメットつけるの忘れてたわ。市民から通報来るじゃんこれ、危ない危ないここら辺から追いかけたんでね。うんないですね。 あれが大丈夫、盗んだわけじゃないよね今の。さあなんかすごい大丈夫しっかり運転しようぜ。さあ行きましょうかね、一旦裁判所の方に行きたいと思います。ああこれはかなりすごい売人だったみたいですね。最近の売人ってテーザー銃めっちゃ持ってるな。で24年ですね、24年の懲役になりました。でもう一人の方はどうなんでしょうか。同じですね、まあ、テーザー銃撃ってきてない分21年ですね懲役、少し下がってますねあ、すべての証拠品集めたみたいですね。グレートジョブとなりました。やったぜ、初めてかな動画内では初めてですね。で個人的にやった中でも2回目ですね、まだ2回目ですねなかなか全部の証拠品集まることが少ないんですが、それを動画にできてとても嬉しいですね。さあということでやっぱり裁判所に行った後はフレームレートが落ちますね。これなんでしょうかね、ちょっとまだまだあれなんでしょうね開発途中なんでしょうね。さあということでなんか向こう側でイベントが発生してるんでちょっと行きましょうか。せっかくなんもう愛車がねもうこんなめっちゃ汚くなってますけどね本田さんに怒られてしまう。あどうした、こっち来てくださいって言われてますね。車が壊れたみたいなんで来てくださいって言われましたので行きたいと思います。大丈夫、ああエンジンがかからない、おおすごいな、直せるかな、ちょっと直してみましょうか。これ難しそうだね、直せるか、大丈夫、ああもうこれ完全にもう無理みたいですね、壊れてしまったみたいですね。なのでちょっと呼んどきましょう、牽引車呼んどきますわ。なのでちょっとタクシーで帰ってください残念ですけどね。さあということで呼んどきました、レッカー車呼んどきましたからね。で後からねありがとう、あ歩いて帰るのマジか、それは大変だぞ君、あのここかなり山奥だよ大丈夫なの、歩いて帰るとか言ってるけど、まあいいかまあいいですねタクシー呼んだ方がいいと思うけど。さあまあ歩いて帰るみたいなので私はちょっと戻りましょうかね。ちょっと待って、まずいまずいまずい、また通報される。さあ行きましょう。ん？ん？なんかどっかでプープー言ってる、どうしたどうした、あこれは絶対あれだわ、盗んだなこれ、カージャックだ、盗難ですね。
窓ガラス割れてましたから。あーちょっと待って、なんかあったねさあまあいいか、まずはこの前の車追いかけたいと思います。これ盗難車ですからね。あーちょっとフレームレートが落ちてる、ごめんなさい、めっちゃ見づらいですね、申し訳ない。すごいフレームレートが落ちてるな。初めて来た場所に来るとね、こんな感じでフレームレートが落ちるんですね。これは何でしょうかね、理由はちょっとわからないんですけど。さあちょっともね、君ね、明らか俺盗んだでしょ、窓ガラス割れてるもんさっきまで割れてたんですけどね、綺麗になんか撮ってますけどね君ね、これ盗んだやつでしょ。 Yeah, what do you want, buddy? ちょっと怒り気味で話しかけます。まあ一応免許証確認させてもらうわ多分逃げるでしょうね、これデブサマーズわからんけど。あー免許証はいいみたいなんですが、これは盗難車でしょ君、これは盗まれたやつだわ。あーやっぱり盗まれてますね、盗まれてます。降りてこい。いやめっちゃ赤いなこれ。さ逮捕しましょうかね。すげえ頭の悪そうな人ですが、さて呼んでおきます。珍しいね赤髪って、初めて見た。まドラッグの検査もしときます、簡単なんで。あああれですね麻薬の方が反応しましたね、陽性反応ですね、マリファナかな、そっちの方が陽性反応が起きました。なんだあれ、もう絶対違反でしょあれ。ちょっと牽引車呼んどいたので、あとはおかしいよね、またプー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 。ああまたあれだわ、ヘルメットつけてない。あーちょっとやばいなこれ、ちょっとやばいやばい、フレームレートもやばいちょっとごめんなさいね、もう紙芝居並みにフレームレートが落ちてますけど。あ逃げたね、ここで逃げてほしくないんですけどね。保安官呼びましょうか、保安官の方が早く来てくれるので。危ねえ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 、ちょっと待って待って待って、マジかよこれは死ぬわこれは死ぬってさあということで、保安官呼ぶとね結構あれなんですね、白バイ隊員が来てくれますね。もう一回呼んどきます。でヘルメットなんですけどね、これは自分でつけることはできません、自動でつきますね。しかもあマジかマジかよ、あの一旦停止しないとヘルメットつけてくれませんね、こんな感じでよいしょとなのでヘルメットつけるのはかなり時間かかるので、皆さんも注意してください。さあ白バイ結構いるからね、これはもういけますよね。いやーいいねこれ、あーちょっと下手くそおーいいねこれ白バイっていいですね。おーめっちゃ連帯してるな。ちょっとこれ僕は前に出ましょうか、前に出て煽りましょう止まるかなこれで。おー危ねえ危ねえ危ねえ、うーんなかなか止まりませんね、しかも女の人じゃんこれ、なんかすげえ怖がってますけどね、そんなに怖いなら止まった方がいいのに、どうせ捕まるんですからね最終的に早めに止まりましょう。さあということで(笑)なかなか止まらないね。あ来たね、おー来た来た、ナイスナイスナイス、ヘリまで来たね、ナイスです。
あーダメかヘリから撃ってるじゃんちょっと待って、発砲許可はまだ出てないぞ急げ急げおー危ない危ない危ない。いやバイクやっぱりいいな、これ小回りがめっちゃ効くわ。全然事故らない本当に。あーちょっと無理か、やっぱりこれ前に出ないと止めれないね。うわー連帯感半端ないなこれ前に出ましょうか。止まるか、あー無理かすごいな、怖くないのか。おおめっちゃ撃ってるな。もう発砲していいのかこれうむち打ちになった。もう一台読みますか、前から来てほしいですね。おおめっちゃ来てるなすごいすごいすごいおーめっちゃ撃ってるな。さあもうここら辺で止めたいんですけどね、止まらないかこれこんな目の前に止まらないんか、相当肝が据わってますねそんな逃げなくちゃいけない理由があるのか。すごいすごい、さあとおー危ない危ない、味方に当たりそう銃弾が。ちょっともうこれバーストさせましょうか、無理だね。後輪をちょっとバーストさせました。前輪もやろう、もう一回後ろの後輪やりますか。あー当たらないな、あごめんやってもうた。おおー止まった止まった止まった、ようやく降参か。すごい被害が出たぞ今のでさてということで、これは刑務所生活長そうだね君さてということで、おお踏まれた、ちょどうしたどうした、何が起こった、何が起こったし、ちょっと待て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 、お前踏むな警官踏みましたねこの人。すごい銃撃戦が起きてる、あーやばいやばい、ちょっと祭り好きはやめてほしいな。お痛い痛い痛い、なんでこんな反乱分子が出てくるんだ。こういうさどさくさに紛れて撃つやつやめてほしいよな、どさくさに紛れて撃つのやめようぜ撃つんじゃないわ殴るのやめようぜ。さあということで、ちょっとみんな待ってください、動かないように。さあということで、もう誰が誰だかわからないですけどね、この人撃たれてるってことは何かあったんでしょうねさあということで逮捕しときましょうか、ちょっとうろちょろしすぎ。ちょ待って待って待って、うろちょろしないで、まあ伏せておいてもらいましょうかね、邪魔なんでこの人はなんかよく分かりませんけどね。なんでお前殴っとんねん、一体お前なんやねんちょっとどさくさに紛れてなんかすんのやめようぜちょっとやめよう、ちょっと待って一旦みんな落ち着こうもうみんな一旦落ち着こうぜいやーもうどうしてこうなるどうしてこうなるんだこれ、ちょっともうぶつかるのやめよう。
さあ、という子は救急車呼んだんですけどね。あ、来てくれたね。お、どうした？なんか銃撃戦が始まってる。大丈夫？拳銃の音が聞こえたからびっくりした。さあ、ということで、よし、逮捕しときましょう。うわ、すごい被害だねこれ。こんな事故見たことある？今まで。さすがにこれはないよね。すごいな、やばいよねこれ。いや本当にゴミダメだっすね。え、というかなんか保安官の人死んでるじゃん。どさくさに紛れて誰か引き殺したなこれ。まったくひどいな。あ、こっちでも死んでるじゃん。ちょっともうみんなちょっと落ち着いて。めんどくさいな。伏せといて、伏せといてください。ちょっとめんどくさいんで。さあ、ということで、あとは検視官呼んどきましょう。どうしましょうかね。なかなか、あ、牽引車来てくれたね。牽引車じゃないわ、あの護送車が来てくれない。もう一回呼びますか。そして牽引車呼んどきましょう。おー、来たね来たね。よかったよかった、ありがとうありがとう。はい、ここに入っていって。はい、どうぞ。どうぞ入ってください。さあ、入ってくれますね、よかった。あれ、もう一人は入らないの？仕方ない、もう一台読みますか。さあ、ということで、検視官の人大変だな本当に。さあ、そろそろここも呼んどきましょう。さて、ということで、こっち側に誘導しときましょうか。あ、来てくれたね、よかった。もう悲惨だね本当に。あ、どうしたどうした。またなんか銃撃戦が起きてるな。さあ、すごいぞこれ、死体の数がすごい。なぜにこうなるんだ。もう悲惨だねこれは。ちょっと待って、死体袋の数がやばい。すごい量死んでるなこれ、たったあの追いかけるだけで。すごいな。二次被害がすごすぎる。ちょっと待って、ここもまだいるぞ。もう疲れたみたいで帰っちゃいましたけどね、検視官の人。ここにもまだ死体がありますよ。さあ、もう一台来てくれたね。さあ、ということで、遺体の収集は完了しました。だけどこの渋滞はもうどうにもならないですね。ここは一旦ちょっと離れたいと思います。ごめんよ、ちょっと車の上乗っちゃったね。これはもうちょっと他の署員に任せましょう。ちょっと他の署員に任せたいと思います。私は一旦ちょっと違う場所に行きましょうか。こっち側から行きたいと思います。いて。よそ見した結果がこれか。
あー、また麻薬事件ですね。販売のための麻薬所持ですね。まあそれはちょっとやめておきましょう。麻薬事件が多すぎるわ。もうちょっと面白いやつをやってほしいですよね。現金輸送車を襲うやつとか、住居侵入とかね。さすがに麻薬飽きたわ。あ、誘拐だ、誘拐来た、誘拐来た。これはもうチャンスだわ。昇進のチャンス、誘拐来たわ。これ誘拐事案ですね。どれだどれだ、これか。すげえスポーツカーだな、これはすごいな。さあ、ということで行きましょう。うわー、ぶつかった、危ない危ない危ない。大丈夫、フレームレートかなり下がりましたけどね。ふう、これ誘拐事件ですからね、しっかりとやっていきましょう。出てこい。うわ、危ねえ。あー、でも撃たれたな、痛いとこ撃たれたな。ちょっと待って。まあ誘拐事件だったんですけどね。おお、びっくりした、なんか急に出てきたからびっくりした。どうなった、死体がどっか行った。あー、ちょっとよくわかりませんけどね。まあとにかく終わりました。これちょっとよくわからないんですよね。誘拐事件だけど、誘拐された被害者はどこにいるのかっていうのね、わかりません、それは。謎なんですよね。いつも誘拐事件あるんですけど、銃撃戦になって終わりっていうのがほとんどなんで。さあ、ということで、私はそろそろ戻りますか。もうここは私のね、パトロールする場所じゃないので。いやー、やっぱりやばいなこれ、フレームレートがすげー落ちてる。本当に理解に苦しむほど落ちてますね。なんでこんなに落ちるんだろうって感じなんですけど、時間が経つにつれてどんどんフレームレートが落ちていくんですね。最初の頃は全然大丈夫なんですけど、こんな感じでまあね、どんどん落ちていくんですよね。なんかキャッシュが溜まってるのかな、キャッシュが溜まってくるのかわからないんですけど、早めにアップデートしてほしいですねこれ。早く治ってほしいなこれ。さあ、ということで、あ、ダムですねここは。やばいなこれは、落ちすぎてるな。少し時間を置いてみたんですけど、やっぱり関係ないですね、フレームレートは落ちたままですね。謎だよな本当に。これ何度も言うんですけどね、アップデートして後からなんですね。1月28日のアップデート後からコーナーになってるんですね。本当にろくでもないアップデートだったな僕にとっては。あ、治ってきた、フレームレートは治ってきた。さあ、ということで行きましょうか。だいたいもうね、僕も覚えてきましたねマップ。このダウンタウンポリス周辺とここら辺ね、覚えてきました。それは良かったですね。あ、あ、銃撃戦だ、面白そう、行きましょう。フレームレート直りましたねここら辺に来ると。やっぱり新しい土地に来るとフレームレートがやばくなるんですね。ちょっと iPhone が鳴っちゃいましたけど。あー、こっからフレームレート落ちるな、めっちゃ注意して近づけってなってますね。了解しました。さあ、ということで
大丈夫かな。あ、治ってきたね。これがわからないんですよね。フレームレートが良くなったり悪くなったりするんですね。まあ、とにかく良くなったのはいいですね。あー、でも止めると悪くなるんですね。謎だよな、ちょっと。だいたい普段ね、僕何もない時は60ぐらい行くんですね、フレームレートか50何歩ぐらいで行くんですけどね、 30fps ぐらいに落ちるんだったらまだ許せますけど、これはね10ぐらいしか出てませんからね、 fps。 それはちょっとないよなみたいな、なんで40も落ちるんかなみたいな、こんなん今までなったことないからね、本当に頭にくるわ。何より一番嫌なのは、オッケー、大丈夫ですね、止め。さてということで、これは絶対銃出してくる可能性があるんで、オッケーオッケー、もう一人は止めれるかな。おお、ナイスナイスナイス、オッケーオッケー、ナイスです。ナイフ持ってましたね、よかったね、君は死なずに。さてということで逮捕しましょう。あー、でもやっぱり腕打たれちゃったね。さて、またこれあれじゃん。ディズニーランドで買えるやつ。ちょっとどうした、なんで手錠かかってんのに。え、どういうこと。手錠かかってるはずなのに。なんだ、抵抗するな。え、なんで、なんで手錠かかってんのにできるんこれ。どういうことこれ。危ない危ない、僕が死ぬわこれ。やり返そう。早く乗れ早く乗れ。あ、ごめん違う、ごめんごめん。さてということで、検視官呼んどきましょうかね。いやー、やっぱりショットガンいいですねこれ。ショットガン強いからいいですね。ちょっとでも当たりどころが悪かったのか、一撃で殺せなかったですね。ここに当てちゃったので、もしここに当ててたら多分一撃だったんで、僕も撃たれずに済んだと思うんですけどね。さてということで、 OK 大丈夫ですね。あー、ここにも銃弾があるな。僕が撃った跡がありますね。お、ぶつかった。うわー、もうなぜに踏むんだ、引かれたぞ。ということで今回はこの辺りで終わりたいなと思います。最後ら辺はかなりフレームレートが落ちちゃって見づらくなってしまいましたが、ご了承ください、申し訳ないですね。また1週間後ぐらいに新しいグラフィックボードも購入いたします、購入します。それでフレームレートが、それでもフレームレートが落ちてるようなら、もうこれは僕の問題じゃないですね。グラボのせいじゃないですね。なのでちょっと楽しみですね、1週間後どんな感じになるか。それではまた会いましょう。さよなら、バイバイ。